はい、ヨシです。今回はですね、前回基板が基板というかケースがこれだけ損傷してて、こっち側は問題、あの中の基板は問題なかったんですけど、こっちがですね、ちょっと基板が大きく損傷しててですね、ちょっと補修しないとさすがにちょっと通電しない部分があったので、ちょっとそこら辺をですね、ちょっとこういった便利なものがあるので、ちょっと補修してみたいと思います。それではですね、ちょっと特殊ネジのやつをちょっと外して補修したいと思います。ちなみにここの場所は、猫どもが、猫犬が来ないような場所に、別の場所にちょっと陣取ってます。さすがにハンダゴテのところ猫とか通過されるとちょっと危ないので、であとはシール剥がしとか別の場所でやってますね。さすがに揮発性のものを猫とか犬とかが吸い込んじゃうとちょっと体に悪いと思うので、そこら辺はちょっとさすがにちょっと避けております。ここですね、問題の箇所ですね。ここが割れとるんですよ。ここですね、ここばっくり割れてるの分かりますよね。なんか強い衝撃で割れちゃってて、割れちゃってることによってここのあれですよね、ちょっと導線がちょっと断線してんじゃないかなって感じなので、そこをちょっとバイパスしたいと思います。あと裏面の基板見てみると、ここが割れてますよね。ここあと ここも割れてるんですけども、ここはまあ関係ないと思うんですけど、ここが割れてることによって、ここに通電しなくなってる可能性ありますよね。あとはこう辿っていくとここにも通電しない可能性ありますよね。なのでこれとここからここあとここにちょっとバイパスしたいと思います。でこれ何の時に買ったのかな、結構前に買ったんですよね。これ便利なんですよ。単なる導線に見えるんですけども、熱を加え、これ被膜で全部覆われてるんですね。全部導線の表面は被膜で覆われてて、熱を加えると被膜が剥がれるみたいな感じなんですよ。なのでハンダを使ったところだけ被膜が剥がれて、通電して、他の部分はきちんと保護されてるみたいな感じなので、これを使ってちょっとバイパスしたいと思いますね。はい、ちょっとしばらくパターン見てたんですけども、ここ関係ないのかな、これここ見てみたんですけど、ここつながってないっすよね。なんかここのチップのここの足元とここつながってないっすね。これ何ですかね、飾りのパターンなんですかね。なんか下に潜ってるそうな感じもないので、これもしかしたら全然関係ないのかもしれないですね。どうなんだろう。なんかあれですもんね、こっちの方のパターンとかは、金属でこうなってるんですけど、その上にちゃんとコーティングされてますもんね。こっちもそうなんですけども、みんなコーティングもされてますよね。これあれですよね、なんか見せるためのプリントなんですかね、これ。どうなんだろう。なんか表面何もコーティングされてないところなので、これもしかしたら全然関係ないのかもしれないですね。ちょっともし分かる方いたらコメントいただけると助かります。こういった工業系の基板が全然分かんないので、工業系の基板が分からないところじゃないですね何にも分かんない。とりあえずはこっちの方ですかね。
これ割れちゃってるのはもうどうしようもないので、あれですもんね、ちゃんとコーティングされてるところなので、とりあえずはこことここをバイパスしてちょっと動作確認してみたいと、こっち側とりあえずやってみますね。あったまったかな、ハンダ。こういうの買ったんですけど、発光さんのやつかな、発光さんのやつですね。これ怖いっすねちょっと正直ディスるつ、あ、電気が入ってなかったから温まってないっす。これ買ったんですけど、こうパッてやった時にハンダが弾いちゃって、なんか飛んでくる感じがして、すごい怖いっすね。やっぱ伝統的なっていうか、あれですよね、スポンジに水がいいのかなみたいな感じなので、ちょっとそのうちこの中に、スポンジ買って詰め込んで、こうちゃっちゃってやれたいと思います。とりあえず通電実はしてなかったので、通電して待ちたいと思います。はい、ちょっと温まってきたみたいなので、とりあえずもう音のところにちょっとハンダ持ってみましょうか。ハンダ盛る理由もいまいち分かんないですけども、ちょっとやりやすい感じにしたいと思うので、ちょっとハンダ量が多い方がいいかなと思います。ちょっと隣とかもなんかもしかしたら損傷あるかもしれないので、ハンダ持ってきましょうか。あとここがやり直しするから、なんかハンダ持ってってる感じがしない。お、ちょっと持ったかな。よし。いよね、この下手くそ具合よし、まあちょっと適当なところで、このね100均のこのペンチね、やばい、使いづらい。もうちょっとなんかパキッて切れてくれればいいんだけども、インシロックでも全然切れないですよね、このニッパー。よし、これでここはバイパス完了。あとここですね、もう一箇所、こっちハンド持ってないな、ここも持ってきましょうか。隣にバイパスしちゃったよ。もう、ちょっとハンダ吸い取り線必要なんで取ってきます。はい。ちょっと持ってきたので、ちょっと吸い取ります。うわ。なんかもうちょっと。とあれですよね、うまくなるコツとかあるんですかね。ほんと下手くそで困る。よし、とりあえずこれで吸い取れてるかな。なんか必要以上に吸いちょった気がする。あれですよね、なんか関係の資格のためでなんか練習キットとかあるみたいですよね。なんかこういったのちょっとフラックスをちょっと塗って、
ね、ちょっとつきやすくしたいと思います。そういったやつでちょっと練習しないと無理じゃないのかな、俺。もう煙ちょっと見えないし、あと、よし、これいったかな。これでもう一度やってみます。あ、さっきのやつは今度離れちゃった。そこ触っちゃダメだな、皮膜が取れちゃう。あお、そっちが離れた。あ、しかも銅線だから熱がね、すっげえくる。ちょっと触ってあれですよね、ちょっと。はしっかりやって、あとは見た目はもうしょうがない。技術は今後に期待。OK かな。これで目標としているところはとりあえずバイパスできてますね。こんな感じです。超下手くそですね、まあ、しょうがないんで、これでとりあえずは、ナイスはね、目標としたところ、こことここをバイパスして、こことここをバイパスすることによって、この割れ目ですね、ここの割れ目、この割れ目で断線しているだろう基盤のところをちょっと復活させました。これでちょっと動作確認組み立てでしたいと思います。はい、それではですね、ちょっと動作確認してみたいと思います。このスーパーファミコンが一応通電できるようになってますので、先ほど、ちょっとジャンプ配線して、一応使えるようになってるんではないかというスーファミのカセット、ガンダムウィング入れてみました。スイッチオン、きたーきたー、マジかー、読みが当たった。すげえ。いやー、ちょっと感動しますね、これ。なんかジャンク直してる人の気持ちが分かりますよね、なんかこんな感じで。すみません、ちょっとかがいましたので。そうなんですね、これ
ガンダムの格闘ゲームだから、おそらくあのやってる人がかなり怒っちゃってカセットを破壊しちゃったって感じなんですね。いやー救えたわ。まあとりあえず今回はですね、こんな感じで、破損してしまいました。ガンダムウィングの、カセット、結構プレミアムソフトの、3000後半ぐらいですかね、裸の状態で。あら始まんない3000後半のソフトをですね、無事修理、あれ流れてくんないかなちょっと喋ってるから頼みますよ。え、またダメになっちゃった。大丈夫でしたね。とりあえずあのちゃんと大丈夫です。あの端子磨けばあの普通通り動くと思いますね。とりあえずこんな感じで今回はですね、壊れてしまったガンダムウィングの、エンドレスデュアル、これを修理しました。やった。チャンネル登録、グッドボタン押していただけますと本当に助かります。嬉しいです。今後の励みになります。いろいろとアイデアがガンガン湧いてくるんですけども、時間がなくて、ちょっと、躊躇しちゃってるところもあるんですけども、皆さんの応援いただけると、いろいろと動画作れると思います。まだまだ、ちょっと他の人たちがマニアックすぎてあげないような動画を考えてます。ファミリーベーシックのレコーダー修理ですとか、見たいって知るのかなっていうのもあるかと思うんですけども、あとは MSX の、コントローラーですね。コントローラー MSX のコントローラー値段が高いんですよ、むちゃくちゃで。それを作るキットも手に入れました。それで、今のある、手に入るもので、MSX の、コントローラーを自作したりですとか、ちょっといろいろ頑張ってみたいところがたくさんあるので、皆さんの応援いただけると非常に助かります。動画作る励みになりますので、よろしくお願いいたします。また、頑張りますので、また見に来てください。ではまた。